もう4時間もいたのか。そういうことか、うん、じゃあ5時ぐらいからもう始めてたってこと。釣りをそうそうそう、釣りってあの針を付けるっていうのが大変、うん、ああ、そう、乾燥しちゃったわ、ごめんね。そんなんだろうな、なんもない部屋がありがたい。さっきのところの距離はね、こっちに走ったほうがいいんだけど、どうやったらこっちの方が来やすいんじゃない、うん、バイクも止めやすいし、食われてるよね。食われてはいるね、うん、ちょっと疲れてるもん、さっきから。どんどん短くなってん、釣れてない。そう、こっちの方がね、波が穏やかだから、もうちょっと朝とか昼とかもっと見やすい時に来てもいいかもね。今度バイクで来れる距離だ、これ。新しい野営地を見つけました。テントは張らねえよ。野営地見つけ、野営すな。持ってかれた。これもでも針大きいのかもな。もうちょい針ちっちゃくてもいいかもね、うん、今でもちょっと持ってかれた気がする。吸い込まれた。めっちゃ浅い。ここ、そう、ローソンにね、釣り餌もあるし、そう、めちゃめちゃいい。じゃあこれで100均で釣れるぞ。ここだって目がかりしないよ、この距離で。ね。昼間とか、朝方来れば水深も見えるの。浅いんだ。うん。もうめっちゃめっちゃ浅い。痩せたね。どうぞ。ちょっくらダイエット頑張ってたよ。ちょっくら頑張った。うん、ちょっくらだけ。あ、ありがとう。5メートルぐらいって言ってた。携帯を守る。あ、ありがとう。の姫。え、これ中かな。あ、中は何もなかったの。あ、ここだ。巻きすし、巻きすし、軽く巻いてやろうか。サンゴ種類が違うけどね。なんか明太子みたいだね。そう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 。今サービスしといた、今。お魚さんに業務用スーパーになんかそういう明太子売ってるよね。売ってるね。今八百長スーパー
流れがね弱いから、これで巻き消しとけば割れてる。何釣る予定？なんだろうね。うん、疲れてはいるんだよ、うちも。ポチョン。あ、まだまだ無事ですか。まだ飲んでます。のりちゃんの方に結構投げちゃう。釣り再び。針が大きいかもしれないね。もしかして餌はいいけど。餌とか。思考が出ずないよ。もうすいね。最近系同じものしか食べてない。サラダと卵豆腐と おにぎり1個。マジで死ぬじゃん。いいんだ、夏はもうすぐそこなんだ。痩せなきゃ。でも卵豆腐うまいよ。うまい、好き。すぐ腐っちゃうから気をつけないね。なんか野菜とタンパク質と炭水化物を取らなきゃと思って。うん。そしたら1ヶ月で6キロぐらい減ってた。人がいるんだ、こんな時間でも。どうなの？24時間でしょ。ね。社畜がおるで。いや大丈夫、その人たち夜勤だけど。夜勤とかしんどそう。いや、あなた夜勤だからね。いや、まあそうね。日勤がないからね。なんか釣れるといいね。みんなはこういう工場地帯を見ててどんな気持ち？最近エイペックスでもこんな下手くそなエイペックス見てどんな気持ちとか聞いてる。あら、今俺が餌投げたの。え、今俺が餌を捨てて投げたの。ちょっと重たかった。本当、寝掛かりしてたね。また使った。お前無事だ。生きてるちゃんと。死んでてもいいんじゃない。弱いね。息が弱いね。ね。死んで、もう伸びちゃって。そりゃそんな針で刺されたら伸びもするよ。痛んだから。首
ゃってる。あ、来た来た。デッドバイデイライトみたいな。この辺からドキシッとさ。のほほんと見てられる。まあ、もうちょっとね、明るい時間にね、来てあげるな、今度。リスナーさんたち、同じ場所で。これ、ここが再チャレンジしたい。また雨やんだ。うん。その辺置いとく。自然と戦う配信は好きです。あ、ほんと？海は平気だけど、森は嫌だな、虫いっぱいいるから。まあ、森はね、また難しい。今年、こそビアガーデン行こうぜ。ビアガーデン、あ、いいよ。毎年行ってるけど毎年行ってないよね、うちらね。うん、そうだね。夏近づくとビアガーデン行こうよとか言って、結局なんかビアガーデン行かないし、焼肉食って。ビアガーデンとか行ったことない。楽しいよ。まずビールもハイボールも飲めない。え、確かに麦茶割り飲んでるイメージ。あ、そうか、麦茶割りだ。白熊手だけじゃん。麦茶、なんか茶色い飲み物飲んでる、うん。パーリーピープしてね、落ち着いてビアガーデン。バーベキューしたいね。バーベキューは一応、しようかなと思ってる。2個ぐらいは。なんだろうね、なんか匂いなんか分かる。海でしたい。海で。海、砂浜。あー、そっち系。そっちあんま乗り気じゃないですか。うん、今場所を何個かペルペペって鹿児島でいい。また検索してた。中尾ちゃんがバーベキューすると雨降るから。取れないよ。うちと雪んこ交わるとやばいよ。雨降るからな。ことごとく雨でね、粉砕されてるもんね。だってさ、バーベキュー、鮫島の時も雨だったよね。そうだ。そうだよね。ね。どうぞ。誰かなんか巻き込むってなんか絶対あるんですよ。そのせいか。一人で行動するとき何もないんだよね。今日も雨だし。うん。誰か巻き込むとダメなのかもしれない。大阪行きたいな、USJ。より京都がいい。あ、いいね。ほら、京都。京都でさ、お茶飲みたい。あ、いいね。抹茶っていうの。玉露。高低差がありすぎないよ。お抹茶飲みたい。お茶とお酒と。お抹茶、お抹茶。抹茶割りうまいよね。あれ、うちのゴミ、ゴミじゃない。浮きの。あ、あっちか。ゴミと一緒に流れてる。ゴミじゃない。浮きだ。今年は水着着るんだ、頑張って。水着？痩せるから、うん、着れるようになろう。そう、毎回突配信雨なんだよね。雨多いね。まあ、日本っていう国が梅雨が多いからね。梅雨は多くない。梅雨は1回しか来ないぞ。え、うん、なんかすごい湿気が多い国って言われてるよ。湿度が高い。もうすぐ梅雨だし、ね。うん、雨の何が嫌って、こう傘を持つという作業が。とりあえず傘差さないよ。嫌だ。ほらわかります。捨てちゃうし。竿を。鈴つけた。つけてない。竿鈴？何それ？なんていうの？なんかね、竿に鈴をつけて置いといても、それが鳴ったら食ったよ。へぇ、面白い。そんなのあるんだ。うん、あるらしいんだけど。動物の森でしかしたことない、やつりなんて。現実見ないよね。魚影見えてるし。うん。どんどん近くなる。餌も食ってくれなくなっちゃった。中尾ちゃんの餌もまずいんじゃない。ついてないんじゃない餌。っていうか危な、こんなところに針みたいなの落ちとるし。
ケツに刺さるところだった。いや、食われてないはず。ビヨヨーンってなってるんだけど伸びてる、うん、もう帰るか、帰るか、うん、もう死んだかもしれない。死んでる。さすがにそんな針刺されて水に投げ込まれたら、うん、死んだ。あいつ水の中にいるもんだから大丈夫だよ。え、そうなの、うん、死んでる。知らん。ここに置いてみて。生きてんだ、うん、元気、なんならなんなら元気。かわいそう。もう一回ぶち込んだってわけです。さっきからちょっと違うところに投げ込まないといけない。海って怖いよね、うん、あら、めっちゃちっちゃった、めっちゃちっちゃったね。人帰って増えてるし、ね、ちょっとこっち来ないと危ないわ。勢いついちゃった。ふわっつって。の元気な青い染めが美味しいのかな。磯目、磯目が食ってる人は見たことないわ。俺あるよ、うん、美味しい。いや、俺が食ったわけじゃねえよ。食ってたのを見たことって意味だ。あ、すごい降ってきたじゃん。吹き出してきた、うん、ちょい盛りしてきた。すぐ傘買いに行けるかな、うん、ここよきよきスポットや。さあ、ちょっと見てありがとう。遠くで鳴ってるカンカンの音もすごい気になる。社畜、社畜の音がする。社畜の鳴き声。社畜の鳴き声。表現が二人ともおかしいんや。いいな、連休。珍しいね、マジで。うん、なんか人数が少なくて合同になっちゃったらしいから。あ、そうなの、うん、もう月曜って少ないよね。少ないね。この間さ、月曜日出勤したらさ、今の子、うん、8時早い時間全然いなくてさ、うん、4人ぐらいしかいなくて、え、 5名に1人でついてたの。マジ。しんどい。あるん。すげえ。うち昨日つらかったな。つらしかった。うん、違う。帰ってきてさ、うん、で弟がゲームインしてたから、うん、エーペックス呼んだら、なんか一緒にしたんだ。そうそうそう。で、でも寝るのって言ってたら、うん、うん、まあ、眠たいとか言って、うん、っつって言って、でまた朝まで休んだ。そう、お前の姉じゃ様がなあ、ゲームし始めてんだからお前の付き合いやっつって言ったら、だって姉ちゃんヘボいもん。いや、さっきも旬どけしてたし。もっと上手くなったらやろうねみたいな。そうそう、インシュペックス、うん、インシュペックス。死んでないそこ。いや、あれ魚のゴミじゃない。え、ゴミじゃないでしょ。え、目悪いから全然見えない。え、魚じゃん。ちょっとまだ動いてる。嘘でしょ、ゴミこれ。めっちゃ合ってる。目がかってない。目がかってる。返せ。好きね。目がかりするんだよ。ないんじゃないのか。それ箱？絶対魚だってこれ。ゴミじゃん。嘘。箱ウグみたいな。箱ウグの死骸なの？ゴミじゃん。解決した。あ、半分だ。
トドアになってしまった。引きこもりから。中尾ちゃんそうアウトドアになっちゃった。インドア派から。そう。アウトドアに目覚めた。アウトドア配信。どうよ。ね、夏さ、うん、福島行くとしたら 何月ぐらい？ 8 月？ 8 月かな。行けて。あなた休み取れないもんね。そう。8月。うん。お盆時とかだったら多分。あの女の子たち減ってるから、うん、休み取れそう。休んで、多分夏行かないとさ、あのつまんないから向こう。あ、そうなんだ。そう冬行っても日焼け止めバチバチに塗っていかないと。痩せないと。そして海行かないしさ、プールとかも行かないからさ、人生でスクール水着以外着たことないんだけど。スクール水着やだよ。犯罪じゃん。変態だよ、ただの。似合う。似合っても似合ってもなんだな、ペルちゃんスクール水着だね。びっくりだよ。どっかの AV の表紙みたいな。でもなんか今時のさスクール水着なんかちゃんとセパレートなんだよね。あ、そう。下がなんか短パンみたいになってて、ズボンで。よくスクール水着なんかハイレグじゃないの。おあ、また引っかかった。フローって思ったか、今早すぎたか。浮き沈んでる。何せろ目がバグってきた。見すぎて。そう、見すぎてバグってきちゃった。デジタルと崩壊を起こす。うん。窓を欲しいゴミが近づまだ生きてる。生きてるかどうかって。来てはいるけど、弱い。変えちゃう。これ変えて。もう、もう座っちゃったから。で、のりちゃんが変えてくれてる間に私はマギエース。またマックか。うん。またマック。それでお腹いっぱいになっちゃうんじゃない？それもある。それもなきにしは。しないでね。明太子巻いてる。はい、ピッて言わなきゃいけないの。気合がいい。やはり初心者は気合が大事。気合しか勝たん。この辺針落ちてて。ワンチャンとかマジックスさ。ハイサイ探偵団っていう、あ、沖縄の動画で、うんうん、その人たちが。なんかのやつで、うん、あれ、イソメを焼いて食べてた。いや、うん、焼いてだったかあれだったか。うんぽいとかちぎりすぎて頭だけ残してるし、ちぎれなかった。かわいそう、チョンパ。違う、多分上手に隠すんだったけど。違うよね。え、違う。そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。チョンパされる。元気です、元気です。のあたりからつけてた。脊髄あんのかな。知らんけど。人間でいうと脊髄部分。後ろ向きになっちゃうじゃん。
潮なの。だから11時半とかだから満潮に上がってきてるじゃん。朝意味ないよ。いいの、風受けだから。来てるよね風。うん、来てる。何にも意味なくないな。防寒防寒。え、まさかもう飲み終わった。え、まだある。なんだと思ってんの人は。パシリみたいな。おっ、びっくり。え、今の何？シラス？シラス？シラス。でっかシラス。で会話してんね。うん、脳はしんどい。体だけちょびちょび。これ魚はいますか。いるでしょうね。うん、ゴリゴリ。あんなの釣れたらすぐ切れるよね。そうだね。仕事持ってたりね。閉じるんかい。シーバスって食えんの？え、いない。何がいるの？普通のカサゴがいるかもしれない。何がいるかわからない。海の中にいないし。カサゴの唐揚げうまいよね。タキちゃんいらっしゃい。うまいね。骨せんべいみたいな。あれ？思ったよりも左に。スズキはシーバスは食べれるよ。スズキっていうの？スズキ。あれが動物の森で120ベールのやつ、しょっぱいやつね。もっとなんかキラキラしたやつ。キラキラしたやつ。キラキラした餌とか。だってそうじゃないと。キラキラした餌と。ない。水の中っていうのは結構しょっぱい。パリピな。そう。ネオンライト。これで釣り人ちゃんになっちゃったね、私。釣り人デビュー。うん、デビュー。こんだけのセットがあれば、明日から。なんかさ、本木、うん、の方にさ、うん、なんかどこ釣り堀みたいになってた。あ、あるよ、堀ある、うん。なんか釣った魚食べれるとこある。あるあるある。みたいな。うん、餌ないじゃん。うん、困った。お父ちゃんの餌
さん人気ないの。うちの親さん人気ないの。3時とか行けたら楽しそう。あ、釣り？うん。ここ人いるかもよ。ここ人いるかもよ。ね、いそう。漁師、漁師の3時。モリモリそう。とかでもいいやろな。サビに変えたらマスターは沿ってるそうだ。どうだろう。地球が取れてたもんね、うん、投げたら地球毎回地球アースを感じてる。アース感じた、うん、でかいっつっちゃった。規模がでかいよ。完全みんなキャスポーじゃないね。あ、忘れてた。いや、見てるよ。いや、コメントないからみんななんかのんびりしてるかなって寝ちゃうよね、こ、うん、れ聞いてた。そんなマッチョになりたいとかじゃなくて、ちょっと最低限の筋肉ないから。筋肉の方が重いでしょ。重いけど絞れるじゃん、体が。なんか不健康な痩せ方してる。すぐ絞れるね。勝手に痩せるし、顔から痩せてる。顔顔ね、うん、腹痩せてるし。釣り系の YouTuber になっちゃう。釣り岡みたいな。そうそう、釣り岡みたいな。釣り色変わってるよ。
釣りイロハン。釣りイロハン。釣りイロハン。イロハン。分かんないな。釣りヨカとコラボしたりしょ、うん。同じサバ。全部バイク詰めたね。でしょ。うん。すごくない。確かに。滑り落ちるかと思ったら。父ちゃんのバイク運転してるとちょっと面白い。なんかシュール。そういうのめっちゃ楽だ。釣り屋っていう人ってあんまりなかったな。あ、ほんと。うちの周りもあんまりいないから、だから一人で行けんだよ。だから一人で行けんだよ。今度、前の店の子がなんか、うん、お父さん、釣りとか興味ないですかって言ってくれたから、それで行ってみるかみたいな。そしたらもう OK だって、アウトドアだと思われてないから誘われないし、それ。うん、すごいない、ね、来ないからね、うん、でも今日1回来たから、もうちょっとワンチャン誘おうかなと思う、うんうん、だから 100均の竿でいいからです。ターンがさ、外出たいターンとさ、家にいたいターンがある、そうだ、ね、自分の人生に。今はなんかコロナの最中ずっとさ、飲みたりするのもあんま行けなくてさ、うん、なんかもう家飲みとか一人飲みばっかだったわけじゃん、うん、だからそれでさ、コロナマンボウ解除されてさ、飲み行ったらもうすげえ楽しいじゃんみたいなって。外最高。それ絡めてたのっすよ。うん、外楽しくて今、家にいたくない。外楽しくない。寒い、あげなかったっけ俺。寒い、だって薄着だもん。お前何やってんだろ。黒着ではなかったからね。今行く気だったのに薄着でした。うちもちょっと半袖だよ。あ、そう。それが海釣り行くかもしれないから、うん、あ、じゃあ海釣り、船釣り行くかもしれないから、それもまあ6月ぐらい。試しめだし、ちょっと一回さ、あおたみたいにやっぱ食われてる。まずい。ずっと持ってあげてるの。結局10時になっちゃったね。配信つけた時があれだから。何分やってんだ俺。どこで見んの？見れないのか。動いてない。ね、20分。40分。そんな経った？早いね。早いね。寒くない？そんな寒い？全然寒くない。そんだけ着てるよ。そりゃそうでしょうね。ジャンパー着てるんだから。ジャンパーがね。ジャンパーでさらに 下にパーカー着てるじゃない？みんなが厚着の方がいいよって言ってくれたから。みんなは正しいな。みんなは正しい。釣りしないんだ。そう、何より釣りしないから、コラボで一緒に行こうよって思ったけど、何回か誘った
に5回ぐらいなんか断られた、うん、断られてはないけどたぶらかされてた、保留ね、うん、もうええわと、すごいいい男がよくやるやつじゃん、そうそうそう、配信始めて4時間半経過、そんなに経ってない、うん、4時間プラス40分とかだね、そう、すげえな、だいぶおやりになられてる、あ、食われてる、食われてテンション上がる、うん、食われてはいるね、すでっかい青タンみたいにできた、ほんまや、みたいにこれ取って他の親指ほら親指切っちゃった、もう穴開けてた、見えなくない、寒いや、え、返しがあるからね、うん、ゴムで今素手で人、もうのりちゃんもうあれだ、もうこれが人に見えてきた、やべえ、人刺してんのよ、人やべえやつだ、セギズ肩ぐらい、おう、うん、なんで今日何持ってきてないんだろう、俺ブランケットみたいな、ブランケット、そんないいものあると思う、よくなんか女乗せるやつは大体あるよね、そうそう、ノリ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 とかね、俺乗せないの悲しい、悲しい、女に見られてないうちらあ、そっち悲しい、乗せたばっかりなのにもう無効みたいになってる、作業者だし、乗せたばっかりさ、だって暖房かけりゃいいじゃんって思ってるもん、さっかったら、確かに、私の竿は空いてますか、私の竿竿すげえ下ネタじゃん、でもさ、誰も連れてない、ね、そうね、そうだね、魚が寝る時間だって、でもさっき動いてたじゃん、スニーカーとかってちゃんと洗う、汚れたらすぐ捨てちゃうんだけどさ、洗った方がいいな、うちはまあ履かないか、スニーカーあんま履かないな、うちクロックス、そうだね、まかおちゃんクロックスのイメージだもん、そうか、悪さもクロックスいつも履いてるイメージだ、これ、うん、ほんまや、クロック
スしか持ってない人みたいになってる。車に酸素があるよ。履き替え可能。クロックスじゃない、普通の靴。ああ足しか履いてないな。ヒール履かないもんだけ。うん。一番安いんだから。こんなに酒飲んでベロベロになってんのにヒールなんか履いて足首折れちゃう。足首なんか軟体生物になっちゃう。この間さ、そのレオくんのオープン祝い行ったんだけど、うん、その時もベロベロでも。ブルーシャンパン、ブルーシャンパン飲んで、テキーラ飲んで帰ってきた、うん、転がって見たよ、あの人転がりながら帰ってきた。この方は牛だから、久しぶりに。まあ、どこに入ったとか、あいおいちょ、久しぶりになんか自分の思ったんだけど、うん、それでもそんなに大きくない方だから、寒い寒いし見えない。中尾ちゃんって35歳だっけ、うん、今年 5? 今年6、うん、あなた間違えてるじゃない。間違えたね。6個上じゃないの。何だって今年9だ。こちらじゃいらっしゃい。6個、7個じゃん。7個上だ。しようと思いだからきついな。でもね、あれだよ、あの餌はね、食われてる。さっきからちっちゃい魚が多いんだと思う。針がでかい。いや、ゆきんこつぴよ、お茶てんてんナイス、ありがとう。けいちゃんもいるよ。けいちゃんもアウトドアデビューしたから。これでもアウトドアになれるかなって。無理だろ、座ってるだけだもん。座ってハイボール飲んでるだけだもん。そうそう、お酒あればどこでも。コテージとか行きたい。あれグランピングでした。グランピング、コテージなんて一番不思議で。グランピング、これ今ユキンコいるから、あれ今度行こうかってユキンコとセッティング一応してたんだよ。ケイちゃんも行けたら行こうよって言ってた。どうぞ。虫ならやだもん。いや、虫ないよ。どこか、あのコテージ、コテージなんて虫だらけだよ。ケイちゃん予定立てようだって。予定立てよう。それがね、確か7月って言ってた。7月、うん、海行きたい。あ、一応海だよ、千葉だから。あ、そう、うん、千葉は周りは海で、中は山です。そうだね、はい、海と山しかないです。何もないよね。マザー牧場もいない。マーボク、マーボク、鴨川シーワー。あ、でもね、そうだね、立山とか。立山なんもねえよ。なんないね。まあ一応場所はあるからね。立山ジャスコがある。ああ、行ったことねえ。ジャスコ、田舎にしか存在しないと言われている。待って、大和にありますけど。あ、マジで知らなかった。横須賀で見たことない。横浜でも。ファンタジーのステージっぽいでしょ。ラスボス。あー、ぽい。うぽいわ、うん。それにしか見れなくなってる。ゲームやらないから全然わからない。何の話してるの。この世代にわからないのか。ファンタジー。
なんかさ、ゲームもできてさ、お酒も飲めてさ、みたいな人いないのかな、コンビニに。え？何が？ゲームもできて、お酒も飲めて、うん、みたいな人。何を求めたいな人、うん、私じゃん。私、何を私のこと言ってるかと。ゲーム飲みながら。じゃあ、あんまいないじゃん。あなた、ゲーム飲みながらってどういうこと？ゲームしながら飲む。あなたしかいないの、あなたぐらいしかいないの。ゲーム始めるの貴重な女だ。ゲーム楽しいよね。でもゲームエルデンリングやった時超駆け飲みながらやった。でもゲームはさ、やるときはやるけどさ、うん、そのテレビゲームを買ってまで、そのプレステとかさ、買ってまでっていうのはまあ、途中でめんどくさくなっちゃうんだよね。仕置きでプレステ5当てたんだな。やっぱ食われてんぞ。ちっちゃいまま生きてた。え？ちっちゃいまま生きてた。生きてれば。うん。うん。ちっちゃいまま生きてた。食われてんだけど、さっきから。絶対のりちゃんの食われてる。うん、そう、針がでかいから。ちょっと遠くに飛ばしてみました。どこ？え、見えなかった俺も。ゲーム機はガジェットなんだよ。何ガジェットって横文字わかんない。うん、なんかさ、すごい系乱視だから夜景とか見るとすごい眩しいんだよ。え、夜景で？うん、乱視って外なの？うん、目も悪いし乱視だから。何が引っかかってんのか分かんないけど、何かが何かがうちの部で磯目何かが食い破ってるんだけど、何かがわからない、それが。どんどんちっちゃくなって。なくなっちゃう。長くてもさ、頭いいからケツばっかし食われてる。意味なくないんだよ。ワンちゃん違う餌に交換してもいいよ。なんかないかな。オラの空気で。もう一丁、なんかちっちゃい口。こだわりゴム。そうだね、行ったね。火鍋食ったね。うん。そんな昔から一緒にいんの？キモ。火鍋ってさ、辛いじゃないの？ヒラメ？え、火鍋って言ってなかった？あ、火鍋って言った。ヒラメって聞こえた今。嘘でしょ。ヒラメって辛いのって言って、こいつヒラメ食ったことねえんだよ。でもヒラメの話ってヒラメにならない。あれ辛いんじゃないの？なんかね、あれだよね、なんかすごい覚えてるんだけど、中尾ちゃんと食べ行った火鍋さ、色見た目も全然赤くないのに食ったら超辛くて。そうだね、震えた。でも火鍋って薬膳なの？薬膳。なんかうちらが行ったのは薬膳系だった。
真っ赤っていうよりはなんかこう中国のシビシビカラみたいな。のりちゃんこれどう思う？これ針の大きさ同じかな？坊主のがでかいよ、こっちの方が。こっちの方がでかい。でかい。な？ M サイズ。M サイズとしか書いてないよね。とこっちもあるから。あ、これ全然違う。これサビキ用だから、針が違う。これの方がちっちゃいね。これまたでつける。これでも重りがないとダメ。重りこれつける。それは針ついてるじゃない。こいつ針つけといて。欲張ってつければいいんじゃない。これ2本針だね。2本針がついてて。うん、カスタマイズすればいいんじゃない。どう。さっき15あるじゃん。うん、15ある。それつければいい。これそれ外して。それもう全部違う。え、もったいなくない？でもそれ捨てないよ。それまた再利用するんだから、それは。だからこいつのこの中間にその針つければいい。最強にならない。ならない。ならないの。なんで最強にならないの？え？だからこれは、うん、その浮きあるじゃん。うん、浮きの下にさっきあのサルカンなんかさっきフックのついてるやつつけたじゃん。うんうん、あれからでいい、これをつなげるの最初。これを繋げて、で針出してって一番下に重りをつける。重りだけのやつ。いや、付け替えなくていいよ。え？え？こっちでいく？これでやるの？どうする？ちょっと教えて。針は全然そっちの方がちっちゃい。ちょっと見ますか？全然ってわけでもないか。超ちっちゃいぐらいか。針数は2本なんで、これ多分4、5ぐらいだから。どうする？変える？これを。カモ開いてくる？やだな。これ重りつけようよ。蚊に刺されないからいい。最終に。最強にしようよ。超最強。うん、もう最終手段。僕の考えた最強の釣り竿みたいな。うん、そうそうそう。釣り竿ではない。釣り竿じゃない。あ、ちょっと待った。父と娘みたいな年で。こいつをもう重りにして、うん、この中間に長いやつつけて、もう最強でしょ。余白じゃねえよ、頭は。そのためのそのための余白。そのための余白。蚊ここ全然いない。ありがたい。まだ蚊がいないでしょ。蚊ちゃんすげえ蚊に食われやすいよ。うん、うちめっちゃ食われる。 AB なのにね。そうそうそう、最強。これで最強な。少年みたいだもん。マサオちゃん。これで最強になって、あ、いいね。でプラスこいつちょっとつけて、こっちこかい。少年中尾。うん。これで最強だ。カワハギモードと底ずりついちゃってる。カスタムはあいつ。お、細いのがいた。細いの一番下に次行こう。うん。これカワハギのさ、じゃダメだ。細いのを下につけちゃったら口がちっちゃいからダメなんだよ。こっちにつけたほうがいいね。あ、それってつけなきゃいけないのにさ。何のために針ついてる？え？根がかり。
寝掛かり用寝掛かり用の針なんて聞いたことねえよ。あ、それ5回4匹使うのめっちゃ最強じゃん。もうニコニコで笑う。もう最強じゃん。少年オルデやここにだってもう餌4つついてんだよ。3つね、3つ。あ、3つ。いずれにしてもこれ針ちっちゃいわ、全然こっちの方が。どっち？うん、カワハギやつ。おお、これはいけるやもん。カワハギの気持ちを読めんもん。わかる。食べたことない。めちゃくちゃうまいよね。超うまいよ。マジ気持ちよいで食べる。超うまいだ。そう。カワハギ自体食べたことない。食べんだ。釣って食った。びっくりした。ね。こいつね。海藻が。ちっちゃすぎてつかないんだけど。ああ、ウニ食べたい。ウニ。ウニ食べたいに聞こえた。ウニ、ウニ。でも安くに連絡して、ウニ置いといて、つついて、うん、ウニやってって、いくらでもいいから箱で食べたい。でもウニとかさ、うん、風だ。牡蠣とかってさ、美味しいけどいっぱい食べると気持ち悪くなってくるよね。ね、確かに少量でいいんだなって思う。そんな寒いの？ちょっと上着いらないぐらいのレベルなの。何枚着てんの？え、2枚マジ？うん。また下にもまだあるんだね。え、その下はパーカーの下。パーカーじゃない。パーカーの下は半袖。あ、やべ。乾燥した。うん、あ、なんてことを。わーちゃん。全然いらない。だってぬくもりティ。うん。乾燥した。指？いや、手袋。指貫通。手袋、手袋。関節が増えちゃう。どうやって？バギー。漫画の見過ぎじゃない絶対。そうそうそう。うん。蚊いない。今日は蚊も怯えてる。海の周りに蚊いないでしょ。そもそも。そうかも。いやいるよ。めっちゃ噛まれるよ。うちだってあのボムのあれテレビの時めちゃめちゃ噛まれたよ足首。鬼のように噛まれてたの。めっちゃ刺されやすいよね。ボッコボコだったわ。20カ所ぐらい噛まれて家帰ってきた。ここ何年も刺されてないや。酒飲むとあれじゃない？寄ってくるっていうね。うん、二酸化炭素。全然寄ってこないんだけど。まずい。相当多分まずいんだろう。そういうんじゃないの多分。酒の分解がうちめちゃめちゃ早いからかもしれない。下つける？下つけよう。最強でね。うん、最強で。もうだってもう追い上げていかない。これでもマジで釣れる可能性出るんじゃない？うん。細いのにしたし。そうよ。ただ下だけでっかいの釣るけど。うん。これ最強しよう。俺もうやめよう。ふかはぎ餌取り名人で釣るの難しいって曲。釣っちゃおう。そうなの？そうなの？そうだよ。そうなんだ。そう。て昔カワハギに似てるって言われたことある。めっちゃこの辺についてんじゃんね。ダメ、多分離れてるって言いたいんだろう。耳横やないか。てんてんくんでしか見たことないんだけど。なんか悪口じゃん、うん、あでも美味しいから悪口じゃないかもしれない。てんてん、よし、オッケー、よし、いっといで、よし、最強、最強武器を。もう僕はね、針がでかいから諦める。今日はでも下ろしときなよ、とりあえず見てくれ、この最高何匹も入れてないさやさん、見てくれ少年だな。あ、あれまだまだいけないで釣れなかったら終わっちゃう。終わって。まあちょっと、そんなに気も良くねえしな。やばい、胃大事な。え？胃が大事な。なんで？え？死んでても美味しいじゃん。魚からしたら。うん、いや食べるけど、要はそのさっきも言ったけどさ、言ったっけ？頭が、え？じゃ頭が光るの？水中で。パリピじゃん。だからさ、死んじゃうと光らなくなっちゃうから。え、こいつ頭光る？まあ、光るって言われてるよ。
も頭光るのに頭に刺しちゃダメじゃない。ちょ上にある。そう。死ぬじゃん。死ぬじゃん。うん、ゃん体に刺せば殺さない。脊髄ね。うん、脊髄。脊髄行ってみたら。物は試しよう。口から頭だけ刺すという、ね、概念をね、固定概念か外した方がいい。これだから友達やってんすよ。固着概念はね、抜け出した方がいい。定着した概念は何弱じゃないか。柔軟に。体にやった方が良さそう。マジでバリで。危ない。危ない。危ない。転がって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 。ノリが釣れる、ノリが釣れる、ノリが釣れるな。2匹目のノリじゃん。2匹目のノリだ。ハゲとか。そう思うと趣味ずっとしてない。チェイキスの棒やっててよく言ってたよね。うん、そこさ、地面の近くにあった場合よく行ってたの、うん、分かった、下のとこね。あそこの人と行ったよね。うん、そう名前なんだっけ、忘れてた。最近ふと思い出して、あの頃うちらしょっちゅうバー行ってさ、うん、ダーツやって手ひら飲んでたよね。そうだね、中尾ちゃんはたまり場みたいな。中尾ちゃんソルティードッグしか考えないね。こじゃれてんのよ、この人。謎にソルティードッグしか覚えてる。謎にこじゃれてソルティードッグ飲み始めた。あれがだって計21ぐらい、うん、20歳とかだ。前後やね。周りがいなくなって9年前だ。もう父ちゃんとも10年か11年か。すげえな、大人になってから知り合った人でこんな長い人。あの水木とかも長いけど空いてるからね。ああね。でも。釣れそう？餌結構。あ、半分半分になってる。ほら、ハーフ&ハーフだ。餌じゃねえんだよ。餌出来上がっちゃった。出来上がっちゃった、ね。食ってるね、やっぱ誰かしら。今日美容院って髪染めたけど色何も変わってなくて笑った。マジで、うん、変わったんだろうけど白染めには分からん。でもこんな感じでどうですかみたいな色は最後にこうやってチェックするんじゃん、うん、鏡で。言えない、言えなくない。あ、ありがとうございます。そうだね、トリートメントしに行ったと思ってる。高いトリートメントだな。まあね、体はね、あんまり色変わると思わん方がいい。でもなんかあの最近さ、みんなやってるさ、超音波みたいなアイロンみたいなの当てるやつやってきたの、トリートメント。すげえサラサラになったと思って。臭いよこれ。今触ってやろうと思ったけど手伝いよ。誤解まみれ。触るんじゃない。誤解の脳汁がついてる。私に触るんじゃない。しかも素手でいいやつ。切れるな。素手にした素手にしたばっかりだね。波穏やかになったね。ここはまた場所が違うから。さっきのとこすごかった。うん。さっきのとこやばくて今話しました。こっちはもう本当に湾の中だからね。あ、そっか。こういうね。そうそう。海じゃない。海だよ。ネギ島。ネギ島。ネギ湾。ネギ湾。ラウガみたいなやつ。ネギ湾。ネギ湾ブラウン。あれさ、泳いでいけって言っていける。いや、泳げない人だよ。でも泳げない人だよ。超悲しい人。多分行く気持ちはあっても行動悪いみたいな。そう、場所変えた。泳ごうとすると沈んでいくんだよ、体が。
前に進まない、後ろに下がっちゃう。うちはね、どこに行っちゃうんだろう。あの世。あの世だね、あの世だね。あの世だ。気づいた時にあの世。寒い。車の最後ね、30分ぐらい目覚めますか。時刻の出てない。このこいつから短くなる。それかこいつら電話するとして。そういうヒット系、ヒット感ないよ。全然ヒット感ないです。まあ、でも朝方になったらめっちゃブルッと釣れるんだろうな。そうなの、ね。漁師の朝は早いもん。そうそうそう。むしろそのなんかあれ、ローソンどんな餌が売ってるのかちょっと見に行ってみたい。5回売ってたら全然ここでいいよ。何時でもね。気をつけて。あ、帽子かぶっとったら大丈夫でしょ。あ、まあ、暗い時間は。そうだね。飲んでないです。両親は真摯な人が多いから。そういうの限らないマリンスポーツ。これでね、ちょっと魚影が見えてたら、バッの時間やったら見とく。これ、冷やがったらめっちゃ汚かったら見える。じゃ、汚ねえみたいな。え、全然寒くない、うち。うちは平気だよ。寒いよ。全然寒くない。もう着とけば。いや、足が寒い。足が寒いか。足にかけて。携帯忘れたら車にいてもすげえつまんない。携帯忘れたから車にいてもすげえつまんない。のりちゃんさ、あれローソンでさ、何の餌が売ってるか見てきて。多分凍ってるやつだから、この磯目の、磯目じゃなくて、サビキの持ってるやつ。そう、でっけえやつ。5回ないと思う。多分ないと思う。でもね、前ね、ここね、自販機やったんだよね。自販機やったんだよ。そう、この方のね、自販機あったね。でも、なくなっちゃったかもしれないね。でっけえ滑り台みたいな。ほんまや。最近ちょっと喋り方直そう。口悪いわけ。いや、もともとだよ。いや、もうちょっと直したいの。あのね、出てきちゃうからよからず。シラフでも言わないようにすればよからでも出ないはず。無理だね。いや、無理だね。じゃあ、ちょ、やる。無理無理。絶対無理。仕事でさ、使うか。絶対無理無理。使うか。でも汚い言葉遣いしたら100円ね。安っ。じゃあ1000円ね。1000円と。1000円だったよ、みんな。70人いるから。1000円か。70人いるから。7万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 4000円だったよ。できたね。確かに、まあ、もう終わりじゃない？そろそろ、その…あ、満潮？潮止まりになっちゃうね。あ、そう。これもう潮止まってないの？だって11時半って言ったからまだじゃん、多分。今何？11時。10時半。今10時半？今10時半。うん。まだ30分ぐらいですね。釣れてない。まあ、11時半までいないで11時にします。とりあえず終わり決めとかないと終わらないと。潮干狩り行きたかった。全然来れなかったよ。あ、行ったの？行った行った。あ、そう。ノリノリと企画で行ったんだけどさ、ほんと5ミリぐらいのね、貝しかいなくてさ。シジミ見て。うん。シジミよりちっちゃいよ。もうシーズンじゃないの？シーズンなんだけど、もう中国人とかが取り漁ってるの。もうその1センチとかで。で、うちとかさ、YouTube とか見てさ、マテガイとかもさ、こんなでっかいじゃん。うん、うわ、楽しそうと思って塩とか買ってさ、うん、バリバリで行ったのにさ、あい
ノリノリがスコップしか持ってないからさスコップでこうやってブスってやったらさ、マテガイボーってなんかちょん切れちゃってさ、体ちぎれちゃって、こんなちっちゃい5ミリぐらいの、あ、じゃあ5センチぐらいのマテガイか、細いやつ、あれ死ん、殺しまくって、殺しまくって、そう、キープしまくって、かわいそう。マテガイ、あの顔どうなんや、かわいらしいからね、見た目きしょいよね、見た目きしょいよね、見た目きしょいよね、あれ食いたいとは思わないね、ね、でもお前らしいね、確かに。やりたかったけど、うん、中国人多すぎて、ね、なんかさ、チンコみたいな貝あんじゃん、あるね、なんかこう、ホッキ貝か、あれ、あれ美味しいのかな、もう名前もそうだもんね、なんかね、わかんないけどねホッキ、11時までぐらいかな、やだわ、うん、やだわ、で、プラスさ、なんそれをさ、テロップ撮りしないといけないからさ、うん、YouTube 用にめちゃめちゃ近づけて、ちっちゃいからね、うん、で、それだけ編集して、で、テロップにして、で、家帰った瞬間に、うん、あのサミットで買ってきて、うん、編集で料理作ってる、あれ、そうなんだ、そう、あれ撮ってねえから、撮ったやつで食べたわけじゃない、そうそうそう、買ってきたよ、まあ、一応ね、あの YouTuber としてあれだよね、夢を崩さないようにと思ってる言っちゃってるけどネタバラシ、ネタバラシしちゃった、本当にね、釣ってきたと思、あ、撮ってきたと思ってる人中にいるから、最強ダメだね、最強ダメだな、最強だね、家に行くといいな、そう、待てや待てがいです、23時まで、ね、はい、でも撮ってみたかったら、うん、撮りまくったわ、うん、10キロぐらいしてやった、あれあれ魚じゃない、ね、グミだよ、あれあれだって、あれヒレの形、あれはゴミ、ヒレではないね、グミだよ、あれゴミ、全部魚に見えてきたわめでてえ目になってるうちの目めでてえ、浮いてるのは全部ゴミでしょ、ゴミは買った、じゃあここはもう一回行こうよ、次は触ってる暇の時こう、だってさ、家にいるとさ、ボムのこと考えてさ、悲しくなっちゃう、あ、悲しくなっちゃうじゃない、あの早く寝なきゃいけないじゃん、寝かせないといけないし、あと、なんか、まあ、とりあえずボム寝かせても、次5時頃に父丸起きてくるんだよ、いや、父丸の朝は早い、そうそう、で、父丸に起こされるみたいな、いろいろ面倒見なきゃいけないからさ、これを考えなくていい時間って、めちゃめちゃ一人の時間がめっちゃいいよ、限られてね、頑張れ、これが潮止まりというだろうか、ゴミのとこ行っちゃった、ゴミのとこ行っちゃった、でも時期もあるけど、時期と時間か、汚染区域だから。みんなのおしっこまみれ。うん。汚物だ。うん。でしかもあのうちの四国はあれだけディープだわ。あ、そうなんだ。うん。でもじゃあゆきんこが魚じゃなくて男でも釣っとけよって言って。男。男釣りな。男はどこにいるんですか。いるじゃん。余白が。男見られてない。余白いるじゃん。余白じゃねえよ。余白しかない。
でも今日男あの2人釣ったから。そうだ、ね、うん、1人あのなんつうの、リリースしたけど、そう。もう1人釣ったから。なんだよ。LINE？ 配信。ああ、配信ね。日本語配信。びっくりした。何とどれと会話してるんだろうと。出会いはいっぱいあるかもしれないけど、あ、この人には手出してはいけないって思う人いない。出会いのは手当たり次第。マジ？手当たり次第で。そんなことしませんけど。なんかこう友達付き合い大事にしてるから。そうそうそう。ちょっとやってさ、友達もいる。ちょっとやって友達も。ちょっとやって。一回やったぐらいの方が友達戻れる。知らんけど。逆に気まずくてなんか距離置かれてもめっちゃ嫌じゃん。でもなんか頭で考えてたらさ、多分恋愛はしてないってことだよ。考えてもないからじゃん、あんまりそういうこと。楽しい毎日がいいな。うちもそれだよ。何今の？楽しい毎日がいいなって感じ。うちは相手の気持ちに合わせる系だからさ、うん、相手がねどのようにうちのこと好きか知らんけど、それに合わせる。お姉ちゃんのように思ってくれてて好きなのか、うん、恋愛感情があって好きなのか、うん、友達が楽しくて好きなのか、だからそれに合わせていく。面白いのが好きだったら面白くしておこう。お姉ちゃんっぽいのが良ければ、じゃあちょっと慕われるような存在でいこうみたいな。すごい、なんかそんなこと考えてた。いろいろ考えてた。うん、疲れちゃうね、そんな考えてたら。わからん。AB 型は柔軟性が抜群なの。何も考えてない AB 型だけど、大丈夫？嘘。うん。あ、でもなんかその人がなんか思ってる理想像っていうかさ、うん、優しいよねって言われたら優しくしないとなぁと。いや、そうそうそう、それのやつ。でも思うだけだよ、ね、多分ね、うち脳みそでちゃんと思っちゃってるから。思って終わるから、インプットされてる。うん、忘れちゃった。全部逆にあ彼氏とかの方が厳しくしちゃうから。あ、身内に厳しいもんね。そう、身内にめちゃめちゃ厳しいから、それもそれでかわいそうだ。切れた。あ、切れた。何がどうかい。やっぱこいつはこれ、うちは信頼ないよ。うちって言っても生きてる。人間だって手足なくなったぐらいで生きてんだから。音だけね。え、あいつ最低だよ。好きだよ。すごすぎる。だって歌舞伎町でお疲れ様ですって言われてるもん。ね、すごい。怖い人じゃん。うん、怖いから。あ、配信してた。ガーシーでしょ、ガーシー。ガーシーさんやばい。芸能人全然知らないからさ、聞いてもって言えるぐらい人もいない。ガーシーさんの話別に聞いてもさ、うちらはさ、何でもドラマとかの演技が好きだからさ、別にどうでもいい。リアルはどうでもいい。うん、リアルどうでもいい。でもさ、なんかでも逆にそれをさ、潰されたらさ、なんかそうね、演技力がさ、ないような俳優がいっぱい出てくるわけじゃん。いや、やめてほしい。すごいファンだったら悲しいんだろうな。権威が決め作してたのみたいな。知らんってことで。どうでもね、誰だよ、うん、なんかこう一つのさ、ものにめっちゃハマったのバンギャ時代だけだもん。ないな、めちゃめちゃハマることがない。かっこいいけどね。かっこいいけど、やっぱ仕事で見ちゃうよね、バンド系とかも。てか、ゆきんこれがいること知ってたんだ。あ、今さっきコメント来てた。でも俺がいるってこと言ってないでしょ。言ったよ。あ、言った？うん、あ、言ったよね。言ったっけ。言ったよ。あと声でわかるし、こんな研ぎ澄まされた中でしゃべる。確かに。
代で変わるよ。おばあちゃんでもどっちかというと肉派じゃん。いや、うち魚だね。え、ほんと、うん、なんか食べづらいからめんどくさいわ。あんたといつも焼肉がさ。あ、それはあの魚系は自分で作れる。あ、そういうこと。サムギョプサルとかあるの。いつも肉系は誰かと行かないと食べれないから。お父ちゃんと行くの焼肉、サムギョプサル、ジンギスカンの。単品みたいなところですよ。唐揚げさ、飽きちゃう。ここで飽きちゃう。仏像みたいな。ビリケンさんみたいな。トタケなの。モード。絶対違うよ。このロンT1枚で行ってみ。で、寒いけど耐えれる系。全然じゃん。いや、だってあなたトレーナーみたいなの着てるよね。え、着てないよ。それ何上？これ G じゃん。うん。デニムジャケットと下半袖。ロンT1枚だよ。一緒一緒。うん。一緒だよね。確かに確かに、ね、肉じゃん着てるよね。肉じゃん。一緒一緒。寒いのって系割と寒いけど耐えれる。暑い方が嫌だ。いや、俺も暑い方が嫌だ。暑いの本当にイライラしてくる。あとさ、耳に蚊が飛んでくるんだよ。やだね。そうそう。いや、反射で耳を叩いちゃうから耳がすごい痛くなるんだよね。ああ、だよね。虫嫌だな、本当に。でも山のコテージとかに泊まった時は蚊すごそう。蚊っていうかもうやっぱ山の中だから絶対もう虫とかイモリとかさ、ああいうのすごいよ。イモリはいいや、トカゲみたいな虫。あれだ、カメムシ。ああ、そうね。パクチーみたいな虫。パクチーの匂いがする。パクチー、あれ外にさ洗濯物干してるとさ、あのついてるよね。あれ洗濯物がさ、あの鼻の匂いするじゃん大体、うん、あれの柔軟剤で寄ってくんのあいつら。あ、そうなの。鼻の蜜だと思って。柔軟剤の匂いで来るんだ。そう、カナブンもそう。でいい、部屋干し派だから。外にもう干してない、10年以上。マジ？下着取られた時から外で干すのやめた。でもさ、その女性の下着って何があれなんだろうね。履くんじゃない？治安では。変えよ。じゃあ変えよ。それか君か君。もうさ、それさ、餌ってダメじゃない？もうダメ。うん。帰って。ラストラスト。もう死んでるわ。あ、ガリが持ってってるベビー。かわいい。ここにいるけど見えてないね。なんか動いてた、うごめいてた。ほんまや。死んでる？キングメタルさんがいるよ。どうですか？全然釣れませんね。人いなくなっちゃったし、ね、うん、やっぱりな、切り上げだね、潮止めだ、うん、潮止め、潮止め。でもめちゃめちゃいい。ここキンメタさん、ここあれだよ、知ってるかもしれないけどローソンできてるよ。この人もこの辺の人なの？わかんない。キンメタさんはどの辺か知らんけど、高校前にうちらが来たところの近くだね。あ、そうなんだ。ローソン、コンビニできてる。しかも餌売り。うん、ここはね、投げも OK だ。というか前も来たことあると思うから。そうそうそう、ここおすすめやね。
この前ゴロン園長とかと来たとこじゃないかな。違う？ここに新しい店内キッチン？ん？何？これ一緒なんか。イートインみたいな。今餌釣りしてるあの5階5階じゃないやつね、磯目磯目磯部焼き磯子、ね、そう、ここだね。え、待って、金目田さん、ここ店内キッチンあるよ。ここのローソンやばくない？これちょっと見えるかな、反射して逆光やから見えんかもしれん。ほら店内キッチンもある。でしかもほら餌、釣り餌売ってる、コンビニなのにすごいわ。この辺なんもないからコンビニ1個あればありがたいよ。うん、めちゃめちゃ儲かんじゃない。すごいよね、万能な。めっちゃいい、めっちゃいいよね。しかも人少ないし、昼間でも多い時はめちゃくちゃ多いよ。あ、本当、全然オンライン。まあまあそれは潮の満ち引きであるかもしれんけど、夜だからね。で明日がここだし、みんな普通の人は。あ、そっか、月曜だから。なんか曜日感覚なくなってきた。また確かに。欲がすごいあるから働いてる方がいいわって。偉いね。偉いの。たまには。いや、釣れてない。釣れてないけど、多分ね、あの餌はね切れてるから合わせが分かんないんだと思う、うち。あと食われてないよね。なんかケツばっかし食われてる。これ針遅いからつけるのめんどくせえ。体でいいよ、体で。頭につけないで、体につけてる。脳天ぶっ刺すから死んでんじゃん。一回さ、缶詰のつぶ貝で釣れるか試してみたいんだよ。あ、全然できるっしょ、ここ。ここよきピだよ。つぶ貝、うん。なんか朝の方が釣れそう。朝とか夕方とか。つぶ貝は刺身が一番だよ。いや、塩焼き。最近はね、あの蒸してたり焼いてる貝の方が好きだ。貝な、たまにアレルギー出ちゃうからな、ポフポって。なんかでもつぶ貝とかって、なんかこの間、うん、つぶ貝かな、なんか食べたいと思って横浜橋商店街行ったらいっぱい売ってたから買ってさ、でもなんかつぶ貝の唾液腺は中毒症状出るから取ってね、うん、みたいに。あ、そうなの。なってた。つぶ貝ってさ、うん、あのそのままのやつを見るとさ、想像つかないよね、あの刺身とか出てくるのさ、ねね、そうなの、すごい。いや、なんかどこを刺身にしてんだろうみたいな。あ、そういうこと。しおんちゃんいらっしゃい。そうそう、のりちゃんが来てくれてる。どこ刺身にしてんの、ん、しおんちゃん。誰、ん、誰か助っ人来てくれてるっつって。けいちゃんとのりちゃん。けいは酒飲んでるだけだけど横丁で次買うときは針8号ね。そうなん、ちょっとね、ちっちゃめで欲張っちゃダメだね、これでもね、とんでもないでかい魚は飛び上がってたよピチョンみたいな、ね、虫みたいな、うん、虫みたいなのもいたけど。これ8号じゃないやつ、2号だぜ。あれ2号、今2号、寒い。今2号です。ん？ん？投げたんだ、ちょっと投げただけ魚の音かと思ったね、大香川にいっぱいいんじゃん。大香川はやっぱ小汚すぎて上から眺めてる程度で言えば。しかも濃いだろあれ、うん、夏前とかになるとクラゲ大量発生するよね。じゃあこの間エイいたんだって。え、マジで、めっちゃでかかった。ちょっと見てみ、うちのツイッター、やべえから。あ、ツイッターとか YouTube 見てもありがとう。Thank you。 あ、なんか取れた。磯部を殺すな。鈴木か。あれ、なんか使ってない。なくなってた。さて。さて、私の最強マシーンを。
磯目もそろそろいなくなる頃じゃない。あ、またなんか多分これ超元気なんだよ、こいつ。近いね、世界の彼方。世界の彼方すぐそこやった。サンクスレベル知ってる人もなくなってるよ、それ。 夜の釣りはロマンがあります ね、うん、ちょっとインデラックスちゃんもシオンちゃんもうちのね YouTube 見てきてみ、最近の、おとといか昨日か、昨日の YouTube あれだから、エイいたから、エイめっちゃ でかいボムと散歩中に。エイヒレってエイ？エイ。おお。すごい遠くで音が。こっからね、30メーターぐらいと思う。うん、あ、すごいガイドが曲がってるみたい。一人でいるときに街釣れちゃったらマジでどうしようってなって、頼むしかないよね。怖い、釣れても怖いから、こうやってのんびりしてる。ここトイレも床はちょっとあれだったけど、便座は綺麗だったよ。店内キッチンって何？店内だから中で弁当とか作ってんじゃない？あ、そっち、うん、出来たてだよ。でもイートインもあったよ。あ、ないかも。違う違う、あの、切れるの。切れる？うん、さばける。絶対無理でしょ？キッチンだろ。そういうことじゃねえだろ。そういうことじゃないの。キッチンだろとか。万能じゃないんだろ。どこにキッチンあんだよとか。焼かり始め。風冷てバカでかいって言ったらもうとんでもない。化粧でリリースリリース、バニールだろ。全く拾えながら宇宙がこのままこう前にダイブする配信になっちゃう。魚さんが寝てますけど、お休みボード。サイレント魚。これが震えてるから、そうは震える。全然寒い。どういうことでいいの？さあ、めっちゃなんか長時間配信してるけど、意外と見てくれてるんだね、釣り配信。大丈夫そう。でも結構喋るからかな、うちが。いいの喋る。そろそろノート乾いたら、ケイちゃんのところ、ここからお茶取ってくんない？飲んでいいよ。あ、いいの。香ばしい。香ばしいやつ。いや、頑張ってないよ。これはね、あれだよ。家にいると頑張ってるけど、いろいろやることがあるから、これはサボってるんですよ。本当だ。何？タコ？ナイス、ナイスキャッチ。タコに見える。ゴミ釣れた。ゴミ釣れた。環境を美しく。話してくれるから大丈夫。ケイちゃんビール飲んで。ビールとお茶。ビールじゃない。ハイボール。ハイボールか。うちはね、そう、
家にいる方が忙しいから。家にいて配信終わった後が一番忙しい。どっちかとなんかこう脳が動いてるから活性化しちゃうと YouTube でぐちゃぐちゃ調べたりとかいろんなものに見てるからさ、次何しよっかなみたいな。人生忙しいね。人生忙しい。人生あの一人だけどリア充してるから厳しい戦いを見守ってます。ありがとう。最強をつけてるんだよね。最強持ち帰る気か、お前。我が最強を何する気や。あれかな、ゴミが近づいてきた。ちゃんとオチができましたね。もう地球に返そうとしてるよ。ゴミが寄ってきてる。ゴミのせいじゃない。よし。よし。じゃあ幸せに行きなよ。あ、なんか回ってきたんだ。ごめん。そんなに回るとは。素敵じゃない。これゴミ？何でもつけれる、うん、めちゃめちゃいい。ここから外しちゃえばいいね。このタオルもゴミですね。ドゥンドゥン。この浮きに行ってるから可愛いやつ。うん、可愛いやつ。寒いね。あ、全然寒くないね。なぜ？申し訳ないが全然寒くない。
これから釣りするならとりあえず針より戻しに糸を結べるように練習すること。戻しに糸を結べるようにって何？戻しに針と糸ってどういうこと？戻し、戻し、より戻しって何？待って、これから…あ、OK。 ありがとう。ちょっと待ってよ、専門用語か、この辺の周りのゴミも。なんで？残念。それと思ったけど、でもこの場所知れてよかったわ。サルカンって何？サルカンってさっきつけた。ん？何それ？あれドックみたいなのついてるのあったじゃん。ん？ああ、どれ？さっき。フック。なんか、フックみたいなのついてるのあったじゃん。重りのところに。ああ、あれね。はいはいはい、はい。あれがサルカン。はんはん、あれがスナップ付きサルカンつって。はあ。ついてるの。それがついてないのが普通のサルカンっていう。おほ、あれがついてる方がいいの？俺は用途が使いやすいからいろいろとつけてるけど。うん、まあまたなんかいろいろ買ってみようよ。今日はね100均で揃えたものだったから。だから上州屋とか、うん、うん、ちょっとわからなかった、ごめんごめん、初心者すぎて。昨日は針の結び方を一生懸命勉強しただけだったから、それ以外全然勉強してない。今これは家庭教師してなくない？まあ、もったいないけど使えるでしょ。ただこの何日かにまた釣り来れるね。使えない。糸がぐちゃぐちゃになりづらい。まあちょっと DM で送ってよ、これがいいですよみたいな、おすすめなんて。あ、待って、あ、それまだこれ、これ、こいつ入れるだけ。背負い物にしてる。あれ？冷凍でいける？あ、オッケーオッケー。そういうことです。